クソ鴨志田の野郎、覚えてやがれ。つかこの際聞くけどよ、ぶっちゃけお前の保護観察って何？え？ほら、俺の事情ばっか知られちまったし、やっぱ聞いときたいじゃん、お前の方のもさ。うん、あの日。いや、助けて。は、何見てる、さっさと行け。このガキ、俺にこんな真似して無事に済むと思うなよ。判決、被告人雨宮蓮を1年間の保護観察処分とする。ひでえ話だな。だってお前何も間違ってねえじゃんよ。困ってるやつほっとけなかったんだろ、だから助けたんだろ。それのどこが悪いんだ、何も悪くねえよ。よし食え、こいつは俺のおごりで。そういやまだちゃんと名乗ってなかったな。俺坂本龍二、龍二って呼んでいいぜ。レンレン。うん、よろしく坂本。あ、てめえ。